はい、おまたせ、俺、ルパン三世。早打ち麗子も三秒、次元大介。拙者、13代目石川五右衛門でござる。裏切りは女のアクセサリー、峰不二子よ。なあ、みんな、ところでさ、カエルって食ったことある？何言ってんだよ、ルパンいきなり。カエルだよ、カエル。俺たちさ、小さい頃、食用ガエルって言ってな。結構食べてたんだよな。それが何か今話があるのか？まあ、あるうどん屋のシェイクうどんの中になんかカエルが入ってたらしいよ。おお、それはちょっと面倒な話だな。なんか気持ち悪いわ。だけど、ほんとそういうのあると商売上がったりよね。いい迷惑でしょうね。まあなあ、カエルだからなあ。ケロッグじゃなくて、フロッグだもんな。シャレになんねえよな。やっぱり食の安全は大切にしてほしいよ。俺好きなんだぜ、うどん。そうだよな、ルパンはうどん好きだよな。カリオストロの時も食ってたもんな。熱々熱い言いながらな。そうでござったな。懐かしいでござるよ。まあ、本当に、これに懲りずに頑張ってうどん作り続けてくださいね。そういうこと。まあ、基本的に僕は地下室し、そういうことはしないので、俺、ルパン三世は、今後も、企業を応援していくよ。そういうことで、頑張れ！